やってまいりました。久しぶりでございます。はい、北アルプスの漁師町富山でございます。日本海の海の幸、私出身新潟ですけど、富山に食べに来ました。裏切り者これを求めて、美味しい、はい、海の幸を求めてレッツラッゴーゴーゴー。大人旅やべき旅、今回は北アルプスの恵みのうまいもん、ねっとりは熱湯甲子園十分脂乗ってて美味しい。うわー、いい香りうまいか、うまいか、いかがかな。さらに紅ズワイガニで、おおいい。ほっこりする秋のうまいもんを求めて、大阪発ぶらり再発見大人旅歩き旅、北アルプスと富山湾のうまいもん、あなたの人生が変わる出会いが待っています。くにくにお香ができました。どうでございますでしょうか。素敵ですよ。こんなに字が上手だったからってね。いや上手ですよ、いつも字が持参しちゃった俺、ね、喜び、うん、喜び、あーお香立てついてるんですね。うまい具合に作ってくれたね。これいい香り、これね、また炊くとね全然違う香りがするの。セクシーな感じもするし甘い。名前変えなきゃ何に。白檀をベースとした温かみのある甘い香り。これ使い終わったら切っていただいて、はい、ちょくちょく切っていただいて貼り付けて、なんかこう写真立てみたいなところにね。あ、めっちゃ素敵じゃないですか、ね、かっこいい。なんかこう、いいんじゃないですか、はい、これ静か、静か。中のこのお香の色も違うんですね。そうそうそうなんです。あの材料も全然違うんですよ。あ、ちょっと柑橘、うん、柚子の香り。あ、柚子、いい香り。柚子風呂に入ってるみたいですね。輝きこのままですよ。もうね、輝き、あの匂いを嗅いだ時にね、なんか明るくなるんですよ。ふわーって。確かになんかすっきりなんですけど、その中に華やかさがあるような香りですね。前向きになれるというか。そう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 、そういう意味ね。ちょっとこう落ち込んだ時とかにもいいかもしれないですね。そのままです、うん、じゃあこれから輝いてほしい人にプレゼントで渡してもいいですよね。ちょっとこれももう字のそのままで凛としたね。あー、おっしゃる通りです、うん、シャキッとするし、はい、いい香りですね。なんかこう、ね、本当に背中がシャキッとする、自分が凛としたような気持ちになれる。人工をアレンジした静かで重厚な香り。 おばあちゃんに頑張んなさいよって言われた時のはいみたいな。そうやるぞ、うん、自分の中にもね、ちゃんとした人生生き方がある、うん、でそれもね、この香りを嗅いだ時に、はい、そんな風な落ち着き方がね、あるんだなっていういいね。あ、そう、あ、フルーティーな甘さ。フルーティーで、でもちょっとスパイシーな感じもするし、ね、藤の花、いい香り。藤をイメージした花の香りとフルーティーな、うん、いやだからそれぞれこの5種類用意させていただいて、その時の気持ちによってね、ちょっと辛いなって言った時に木を焚いていただいて、うん、輝きで背中を押してもらうのもいいですし、押してもらうのもいいしね。いやー、いいですね。一日の終わりはね、静かな気持ちで翌日を迎えたりね、うん、香りでだいぶ気持ちって切り替わりますもんね。はい、ね、はい、せっかくですから5個をまとめてお買い求めになってもいいですし、今の私の言葉を聞いて、うん、あ、私はこれがいいな、これがいいなっていうのを1個ずつでも、はい、デザインと香りと、はい、よろしかったら、はい、いただきたい。お買い求めください絶対買ってください強い気持ち、はい、大阪発ぶらり再発見大人旅歩き旅、富山のうまいもん、
大阪から新高岡までは特急サンダーバードと北陸新幹線でおよそ2時間45分です。山と海の雄大な自然が満喫できる富山、海越しの3000メートル級立山連峰の眺めは世界的にも例のない絶景です。早速2人が向かったのは、寒ブリをはじめ白エビやイワシなどで有名な氷見。さあ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 、はい、氷見に、うん、なんか氷見ってさ、はい、いい響きじゃない。そうですね、寒ブリとかさ、うん、氷見がつくとさ、うん、お氷見番屋街、1,2,3 があるの。 あ、広いですね。広い広い。2人が発見したのは氷見番屋街。海産物や加工品など富山のうまいもんが集結しています。あ、こっちは 魚介。あ、いらっしゃいませ。いかがでしょうか。イカはあるんですか。イカ。氷見で水揚げされた魚介類を中心に加工品を販売する A マサ。お醤油でつけたお気づき、よかったらこちらの方に試食ありますので召し上がってみてください、はい、いかがでしょうか。なんか探してますね。見当たらないな。そうなんですよね。これ美味しいです。ありがとうございます。塩加減が抑えてあって、はい、イカの味と綿の味がはっきりしてて、これは美味しい。これ欲しいですね。本当に。これ食べられるとかあるんですか。ちょっとあちらにフードコートってありますので。フードコートあるんですか、うん、ってことはこれもある。そうです。まあちょっと何の。じゃあさ、それとそれとそれならとお酒のお供探しへ。原芸がある。珍しいですね。ねえ、カマスが。なんでその富山ってこれだけこうお魚豊富で美味しいっていうふうに言われてるんですか。あのですね、あの天然のイカシと言われて、うん、3000メートル級の山からこう流れ込んでくる水で、はい、栄養豊富なんですね。ミネラル豊富な水で、立山連峰からの栄養豊富な天然水が流れ込むことで富山湾には魚の餌となる大量のプランクトンが発生します。この4000メートルの水の循環があることで富山湾は500種類もの魚介類を育み、まさに天然の生けすと呼ばれているんです。ふくらぎ。あ、ブリの子供。この辺では浜。あ、ふくらぎっていうんですか。ふくらぎっていうんですか。ふが来る。へえ。しかもびっくりしました。三田村さん、1パック500円。え、500円なの。どこに書いてます。あ、今だからハマチ、これハマチって聞こうと思った書いてあるのね。500円、安っ。びっくりしました、これ。あ、そうか。え、これ500円ですか。そうです。うわー、お得だ。うわ、すごい。他にも気になるものを購入して、ここでしか味わえない氷見のごちそうをいただきます。乾杯。乾杯。いただきます。爽やかな柑橘系の。ああ、これは飲みやすい。グビグビいけちゃう。一気に落ち着いた。まずはブリの幼魚フクラギから。大量で港がにぎわい、福が来る魚と呼ばれたことからフクラギと名付けられたそうです。あ、十分脂乗ってて、釣ってきてすぐさばいた時の新鮮さ、おいしい。わあ、ちゃんとカッティングされてます、イカの昆布締め、はい、お、あ、ねっとり。わあ、熱湯甲子園。熱湯。もう夏は過ぎましたけど、昆布の熱湯、はい、あ、おいしいよ。でも昆布の、うわ、昆布の香りがすごい。これはおいしいわ。
この昆布使い回しできるしね。もう一回洗って。そうですね。もう一回洗って。もったいない選手。続いて A マサの人気商品、氷見のイワシを使った一品。うまい。酸味がねちょっとあってね、美味しい。骨まで柔らかいし。氷見で採れるイワシは身が締まって鮮度も抜群。こちらは野菜やパスタに絡めて食べるのもおすすめです。ワイン欲しくなりますね。ワインね。ワイン。続いては400年余りの歴史を持つ高岡。加賀藩の前田利長によって開かれた城下町はものづくりの町として発展してきました。伝統技術を結集して作られたのが高岡大仏です。さらに一昨年国宝に指定された松光寺、現在共同の特別拝観もセットになった写経体験を実施しています。2人は古い町並みが今も残る金谷町をぶらり。なんか面白い町並みですね。なんか映画のセットにも使えそうな、ね、千本格子って書いてありましたけど、おなんか可愛らしい金継ぎ、やったね。金継ぎいいですよね。金継ぎやったね。大寺のミニ、ミドシか。来年俺だ。ヘビなんだろう、買っていかなきゃ。ヘビ、うわーすごいね。あ、すいません、お邪魔します。なんだかすごいですね。古い、いや建物もそうですけど、お店の中のこの商品の数、これすごい綺麗。これ花、これ焼き物。いや、これもう高岡芋の町なので鋳造品ですよ。同期です。同期ですね。綺麗、はい、400年以上の歴史を誇る高岡銅器。日本の銅器の9割は高岡市で作られています。そんな鋳物の町で150年以上続く大寺幸八郎商店、鋳物のアクセサリーや小物などを販売しています。あ、絵とがね、絵といっぱいあります。右の絵だそうですね、はい、原型が1年に1個ずつしか出来上がらなかったので、本当に12年がかりで完成した商品ですね、はい。だからコレクターたくさんいらっしゃるんです。タツがいいね、タツがね、タツかっこいいですね。かっこいいですよね、うんうん。でこのタツも面白くって、季節によって見え方が違うらしくって、やっぱり12月に近づくとトナカイですかっておっしゃる方やっぱりあります。あ、そっか、トナカイで、中には鹿ですかっておっしゃる方もありますしね、いろんな方ありますよね。ヘビどれですか。ヘビがこれですか。これどなたが作られてるかわかんないですけど、これ巻貝みたいな感じ。ちょっと巻貝にしときましょう。あのちょっとひどいと、はい、運がいいみたいな。いや、まあ、いや運がついていいんじゃないですかね。運がついて、ね、静川さん四つ、なんか気仙堂、気仙堂キセンっていうブランドで出されてるんですかね。おしゃれ。わお邪魔いたします。お邪魔いたしま す。わギャラリーみたい。続いて発見したのは高岡銅器を販売している昭和21年創業の四川製作所。めちゃくちゃ外から見ると何屋さんだろうって思って、はい、こちらは今我々が実際にこう、
企画して作って実際にこう販売に力を入れているものがこう並んでます。はい、いろんな具の実がありますけど。これね、どうなってるんですか。材質は何だというふうに言いますか。どう見ても木ですよね。木です。ぜひどれか好きなのを持ってて。まあ、嘘でしょ。嘘。持てば分かりますから、どうぞ。どう見ても木目だよね。これ木だと思って持たれると重いですよ。ありますよね。ここが金属になってます。下の部分が金属になっていて、上の部分の木より重いため、不安定なデザインでもしっかり安定するんです。これなんかもうちょっと倒しそうですけど、もう全然。僕はいで飲む日本酒というものの魅力をまず尊重しつつ、だけど木灰はやっぱりちょっと軽すぎるので、持ってるお客様も安心感が与えられる。数々の賞を受賞しているぐいのみは海外からも高い評価を受けています。続いて砺波地区へ。ベルモンタの愛称で親しまれる観光列車で移動できます。車内では富山の海の幸や地酒が楽しめます。続いて2人が向かった先は、ね、また来たいなと思ってて、はい、ここなんですけどさ、若鶴酒造、日本酒の蔵なのに、はい、ほにゃららがあんのよ。もう私見てしまいました。あ、見た。もう蒸留所って書いてますから。あ、びっくりしてさ、まさかの、ウイスキー、ウイスキー、ウイスキー蒸留してるんですか。私好き。あなたも好き。サブローマル。あら、綺麗。あら。あ、ウイスキー。ウイスキー。ここはショップになってます。ショップになってます。はい。で、左手では試飲ができるようになって。お、試飲もできるんですか。あれ、透明なウイスキーって。切れてるかな。上切れてる。あ、やっぱり人気なんですね。北陸最古の蒸留所でいただくのは、ウイスキーがお好きだった。そうです。もともとやっぱり山登りをしてましたので、はい、で最初は頑張って日本酒を担ぎ上げてたんですけど、だんだん重たくて、より軽くて、ね、酔える酒はないかっていうことでウイスキーを飲むようになったっていうのが始まりです。軽くて酔える酒。そんな5代目が作るウイスキーは芳醇なものが多く、ウイスキー通をうならせています。中でも三田村が虜になっているのが、こちらがニューポットといって蒸留したてのウイスキーです。今年蒸留したもので、はい、まだ樽に入る前のものです。ウイスキーの赤ちゃんみたいな、原酒みたいな感じで、蒸留所じゃないとなかなか飲めないですよね。あれ、あら、なんか不思議にさ、なんか麹の香りしてない？本当にこれウイスキー？これ非常に樽詰めの度数なんで 63% ありますので、ものすごく荒々しい。これいいね。おいしいですね。おいしい。おお、ずーっとこの余韻に浸れますね。贅沢。買って帰りたいぐらいですね。はい、売り切れだって。売り切れか。これは夏蒸留なんですけど、今度秋蒸留のもの出ますので。美味しい。蒸留したてっておっしゃったじゃないですか。なのにこれだけまろやか。まあ、うちの蒸留機やっぱり鈴の効果があるので、びっくり、非常にまろやかに仕上がってます。柔らかい、本当に。高岡銅器の技術を用いた蒸留機で作るウイスキーは、銅と鈴の効果で香りが良くなり、フルーティーな味わいになるそうです。他にも観光列車でベルモンタというものが走ってまして、はい、その乗った方だけが買えるウイスキーが今回発売されますので、これがタダでもらえる。いやちゃんと買わないといけないですよ。そんなタダじゃないですよ。なんでそこ同調しないの。これシングルカスクといって、一つの樽から、しか取れないウイスキーになってますので、200本ちょっとしか存在しないものなんですね。
なので非常に貴重な200本ちょっと、はい、あっという間じゃないですか。そんな200本ちょっとやったら一つの樽から200本ほどしか製造されない貴重なウイスキー、特別に試飲させていただきました。塩の香りっていうものをちょっとテーマにこのウイスキーをセレクトしまして、はい、ちょっと塩味が感じるわけじゃないでしょ。どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか、ですって。うん、一滴でもなんかふわーっていく華やかさありますね。潮風のような柔らかさの特徴ですね。鉄道マニアにはこれたまんないね。じゃあたまんないですよこのラベル、酒飲めない人でもこのラベル欲しさに買って、はい、中身は私がいただきますから、はい、カニのシーズンで、あ、ベニズワイガニが、お、今回まだ食べてないですね。食べてない、ここや、陣太鼓、お、すごいよ。はい、いらっしゃいませ。わあ、太鼓でお出迎え。お邪魔します。あ、いい香り。あ、いい香り。え、何の香り。え、何を焼いてますか。焼きおにぎり。焼き、え、もう締めの方がいるんですか。地元で人気の海鮮居酒屋、炉端焼き陣太鼓。まずは地酒で乾杯です。お店も長いんですか、こちら。そうですね、もうやがて50年近く。あの頃は若かったという感じです、ね。1代目ですか、はい、50年で、はい、この道およそ50年、ご主人考案の斬新なメニューが人気のお店の名物が、名物の、はい、イカの石焼きっていう。うわ、これでご主人やけどしたことあるでしょ。ありますよね。何度も。これはやけどするわ。わあ、いい音でしょ、この。ジュージュー。うわー、いい香り。これもちょっとお酒のあてじゃないですか。そうですそうです。味噌で味付けしてあるんで甘辛い感じで。それでちょっと焦げたところがまた美味しいです。美味しいですか。うわー。これは二丁拳銃かな。え、ウイスキーですか。うん。うん、うん、うまいです、うまいか、うまいか、いかだからうわー、おこの味噌が味噌ですね。そうです。あー、ジジイ寄りになってきたぞ。これがおー、ととまる。ととまる、なんですか、ととまるって。すり身の、はい、で作った大阪にあるお好み焼き。おお、いや本当に見た目はお好み焼きですよね、うん。小麦粉の代わりに魚のすり身を使った高岡流のお好み焼き。粘り気のある納豆昆布が入っているのも富山ならでは。うん、言われなかったお好み焼き。ね、ちょっとなんか香ばしいですね、カリッと、はい、の食感。癖になる。マジですね。魚のすり身は生姜が入ってしょうがねえなっていうぐらい美味しいですよ。美味しいですか。そしてお待ちかねのベニズワイガニ、はい、待ってました。あの熱感をお願いします。めちゃくちゃ沸騰する熱感をもらっていいですか、はい、大人旅やる気旅、富山の旅。今宵は炉端焼き陣太鼓。富山湾の海の幸から一風変わった一品の数々、そして二人のお待ちかねはベニズワイガニ、はい、待ってました。あ、これが来ました、ベニズワイガニ。これは今日の昼からのセリで入ったばかりのやつ。わー、もうめっちゃくちゃ熱感を、あ、熱感をお願いします。めちゃくちゃ沸騰する熱感をもらっていいですか、はい。あ、このベニズワイすごいですね。こんなに身が入ったベニズワイあんまり見ないです。う
今年初紅ズワイガニいただきます。ツバツバ。綺麗に取れましたね。ああ幸せだ。もう甘みがギュッ、旨みがギュッ。本ズワイよりね、この紅ズワイ甘いですもんね。そう、味が濃いですよね。味濃いです。厚感が来ましたけど。ありがとうございます。ちょっとここにガッと行っていいですか。はい、おーいいですね。今シーズン 初です。それも本ズワイじゃなくて紅ズワイでやったの、この番組で初かもしれないですね。初めての初。ありがとうございます。ありがとうございます。今季初のカニに大満足した2人は富山駅のすぐそばにあるホテルビスキオ富山に宿泊。こちらでは朝食が人気なんだそうで。お寿司が、あ、朝からお寿司がいただけるなんて。にぎ、おお、甘エビ、ヤリイカ、お、ホタルイカ、ホタルイカ。これ毎日握ってるんですよね。そうですよね。朝から。じゃあ握りたてをいただけるってことですか。そうですね、握りたてでご用意しております。うわー、朝から贅沢ですよ。富山湾で獲れた季節の魚介類を中心としたお寿司がいただけます。さらに富山名物なども全てが食べ放題です。うわ豪華ですよ。全部富山の地物のっておっしゃってましたね。うん、ホタルイカから。ホタルイカの握りってちょっと記憶ないな。茶色い泡が出るもの欲しいな。あ、美味しいよ、ホタルイカの。富山に来ないと味わえないネタが多いですね。うん、しっとりとしてて、ほぼね、美味しい。いいですね、これ、うん、じゃあ、黒部ダムも大久しぶり行ってないから行くか。ね、せっかくなので、うんうん。これ嬉しい。止めなきゃ、ずっと飲んでるんですけど、どうしよう。ありがとうございます。ハッピーバースデー、宮城田村さん。あら、かわいい。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう。あ、かわいい。71歳。おめでとうございます。このフォルム覚えてないか。ああ、うんこか。これうんこだもん。これヘビなんだけどさ、うまいこと考えたな。あ、うんこだ。何ですか。俺がうんこって言ったのよくわかるよ、これ。おお、え、これはヘイウシトラウから行けばいいんですね。ねえ、牛2つがあるんだ。ミ、あ、ほら、うんこだ。なんで身がこうなうんこなのって。ヘビこれじゃないだろうって。私の身年。あ、身年。そうなの、身年だけさ、うんこが2つなの。タケノコの里にも虎とかかっこいいのよ。これはこれはないんじゃないのって。あ、すごいね。ねえ、ウシトラウって並んでる。で、一番大きいうんちが俺の顔になったよ。これ、すいません。絶対いらないと思う。絶対いらない。絶対いらない。ちょっと、絶対いらないことないかな。いるかな。なよこさん、何は。20年来欲しかった。サスベ。これ嬉しい。よかったです。
めっちゃくちゃ嬉しいこれ。いいね。サイズお酒やったのに。え？これね、もうね、大阪でこれを見てからね、ずっと20年来欲しくてね。こうやって、はい、自転車乗っけてこうやって。来年1月2日から三越劇場で舞台をやりますんで、初座長で女将類さんが可愛いねおちかという役をやりますんで、それもこの大人旅に来ていただいたご縁で、全てがこの大人旅歩き旅の出会いから始まりましたんで、絶対に見に来なきゃあかんぜよ。なんだよ、なんかよかったけど、あれ全然おかしくない、全然おかしくない。ぜひ見に来てください、お願いします。ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデーユー、岡村さん、ハッピーバースデーユー。よし、行くぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。旅のちょい足し。あそこに天然温泉あるし、天然温泉って。今回訪れた氷見番屋街には天然温泉の足湯が。おお。あ、結構暑いね。暑いですね。立山連峰のさ、はい、ちょっと峰が見える。天気が良ければ立山連峰を眺めながら足湯に浸かることができます。これぞ癒しのひとときです。次回は秋目くん奈良町で世界遺産とうまいもん。おでんの新しい食べ方やね。お楽しみに。サブローマル蒸留所とベルモンタの限定コラボのブレンデッドウイスキーを3人の方にプレゼント。アンケートに答えてご応募ください。くにくにお香ができました。どうでございますでしょうか。素敵ですよ。こんなに字が上手だったからってね。いや上手ですよ。いつも字が自賛しちゃった俺、ね、喜び、うん、喜び。あー、お香立てついてるんですね。うまい具合に作ってくれたねこれ。いい香り。これね、また炊くとね全然違う香りがするの。セクシーな感じもするし甘い。名前変えなきゃ。何に玉丹をベースとした温かみのある甘い香り。これ使い終わったら切っていただいて、はい、ちょくちょく切っていただいて貼り付けて、なんかこう写真立てみたいなところにね。あ、こういうところに。めちゃ素敵じゃないですか。ね、かっこいい。なんかこう、いいんじゃないですか。はい、これ静か。静か。中のこのお香の色も違うんですね。そうそうそうなんです。あの材料も全然違うんです。あ、ちょっと柑橘？うん。柚子の香り。あ、柚子。いい香り。柚子風呂に入ってるみたいですね。輝き。輝き。このまんまです。もうね。輝い。あの匂いを嗅いだ時にね、なんか明るくなるんですよ。ふわーって。確かになんかすっきりなんですけど、その中に華やかさがあるような。うん、香りです ね、 ね、前向きになれるというか。そうそうそう、そういう、そういう意味 ね、 ね、ちょっとこう落ち込んだ時とかにもいいかもしれないですね。そのままです、うん。うん、じゃあこれから輝いてほしい人にプレゼントで。そう、ね、ちょっとね、ちょっとこれも、うん、もう字のそのままで凛としたね。あ、おっしゃる通りです、うん、シャキッとするし、はい、いい香りですね。なんかこう、ね、本当に背中がシャキッとする、自分が凛としたような気持ちになれる。人工をアレンジした静かで重厚な香り。 おばあちゃんに頑張んなさいよって言われた時のはいみたいな。そうやるぞ。うん、自分の中にもね、ちゃんとした人生生き方がある、うん、でそれもね、この
香りを嗅いだ時に、はい、そんな風な落ち着き方がね、あ、あるんだなっていういいね、あ、そう、あー、フルーティーな甘さ、フルーティーで、でもちょっとスパイシーな感じもするし、ね、藤の花、いい香り、藤をイメージした花の香りとフルーティーな、うん、いやだからそれぞれこの5種類用意させていただいて、その時の気持ちによってね、ちょっと辛いなって言った時に気を耐えていただいて、うんうんうん、輝きで背中を押してもらうのもいいですし、押してもらうのもいいですね、いやー、いいですね、一日の終わりはね、静かな気持ちで翌日を迎えたりね、香りでだいぶ気持ちって切り替わりますもんね、はい、ね、せっかくですから5個をまとめてお買い求めになってもいいですし、今の私の言葉を聞いて、うん、ああ私はこれがいいな、これがいいなっていうのを1個ずつでも、はい、デザインと香りと、はい、よろしかったら、はい、いただきたい、お買い求めください絶対買ってください強い気持ちで、はい。